持ってきたよ。見つけたのか。どうもありがとう。古いの欲しい？写真はまだ撮れるから。メールとかが使えないだけでね。メールって何？君はメールしないの？しないな。じゃあ CC されたことないの？先ほどの件につきましてって言い回しを聞いたことないの？ないよ。でも考えてみれば僕は全部のメッセージを喉のゴロゴロで伝えてるな。君の人生はすごく幸せなんだろうな。じゃあこれが君の電話だね。コンクリート付けの携帯電話、コンクリート付けの携帯電話。もうスマートではないかもしれないけど、カメラはまだ使える。十字キー下を押してフォトモードを開き写真を撮ろう。写真を撮るのは簡単さ。カメラを開いて、ポーズを決めて、パチッと撮るだけだよ。っていうか今すぐお祝いの自撮りを撮りなよ。十字キー下。カメラを立ち上げて、パチリッとね。スナップハッピー。あ、もう時間が停止するんだね。オービットカメラってなんだ。わからん。わからんが。今ちょっと可愛くないな。タイミング。あ、可愛い。ああ、可愛い。ここでしょう。可愛かった。パパキャッツィ。カメラで写真を20枚撮影する。20枚撮影する。撮影した写真はどこに？あ、かわいい。あら、かわいい。6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。まあ一旦ね、実績を解除しつつ。あれ？え？あれ？羽が落ちてた。ちょっと通りますよと。無理か。どうすりゃいいんだそこ。いや、惜しいんだけどな。ここからじゃない説。ここからじゃない説あります。なんか、まずい。あれ？トイレがあった。いた！また見つかってしまったか。しかし一体なぜ？
忘れてたわ。手がかりがすごい役立ったってことにしとくか。ふむ、完璧な擬態の追求はまだまだ続きそうだ。新しい場所で君を待つ間、調整を続けるとしよう。3度目の正直というからな。前会った時はでも緑色だったね。私を探すための手がかりはこうだ。両手を広げた金属の友達は、登ったり滑ったりする場所を与えてくれる。ほう。しかし君は私がそこにいることに全く気づかない。なぜなら私は目に見えないからだ。韻を踏めてなくない？正直言って私の最高傑作ではないが、こんなに早く見つからなければもっとじっくり手がかりを考えることができたろうな。しかし次の調整には自信があるぞ。というわけでもう韻は不要だ。頑張ってくれたまえ。カメレオンを見つける。再び。うん、なんだろうな。滑ったりする場所。なんかこう、滑り台的な。いや、厳しいか。あ、いけたな。もうこっからよな。そこ登れないんでしょ、だって。ああ。ああ。じゃあ違うか。違うんだな。うん、そこに行く方法が。なんかあるらしい。上から降りるんだろうな、きっと。んでは、他なんか行けないか探してみるか。痛い。あ、人形あった。おう、ごめんなさい。よし。あ、でもここか。こっから上は？いいよ。え、なんで？無理。まあ別にそこ登んなくてもいいか。微妙か。一旦、え、いないの？いないんだ。あ、いた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 。なんだこれ、コントローラー、フロッピーディスク。科学にこう、はい、
いた。あ、入れない。あ、上にあるわ。なるほど。よし。こういうのも大事。なんだかんだ23溜まってるしね。なんかさ、これ水が出そうじゃない？そこ。なんかできない？あ、何もできんか。よいしょ。うわ、厳しいなこれ。危なっ。全然進んでくんないんですけど。ダメっぽいわ。君は餌入れある？あ、反対側にあるわ。塞がってんだよな。この辺伝わったっけ？初期のマップ。あれ、今なんか出た。狂ったように走る。ああ、チュートリアルか。あ、ここあるじゃん。お。入れました。ナスの帽子。怪我した猫はいない？ナスゲット。猫いる。美容ルーティーン、クレンジングトナー、ニャースチュライザー。覚えたんだな。どうだっけ。どうやって使うんだっけ。これだ。見えない。かわいい。まあ、ここの外科を開通したところで何か嬉しいことがあるのかというと、特にか。まあ、ここは出口ってことだな。うん。もうちょっと戻ってみようか。見落としてる何かがあるかもしれない。
よいしょ。あれ？キャンバスなくなった？なくなってるな。よいしょ。やば。いった。あ、こっから登れる。よいしょ。うり。うわ。危ない。厳しい。これジャンプするとジャンプでスタミナ減ってる、もしかして。うわ、厳しいな。どうやらもう一度ここに来なきゃいけないらしい。じゃあ探索はその時にするか。今度そこ行ってみようか。まあ当然ここはまだ登れません。こんなとこ登れんのか、将来的に。またなんかカモか、カモがいる。いや、こんにちは。ちょっと緊急の手伝いを頼めないかな。どんな問題かによるな。え、ああ、なるほど。そうだね。ごもっとも。誰も心配させたくないんだが、でもかなりまずい心配事なんだ。私がパニックになっているだけかもしれないが、しかし、他にどうしようもない。一体何が？あれ、言わなかったかな。うちの子たちが置き去りになってしまったらしいんだ。ほう。置き去りにした？それって鳥の冗談か何か？というと？何でもない。子供たちがいなくなったなんて大問題だね。いや、そうなんだよ。何があったの？学習ツアーをしていたんだ。子供たちに地元の歴史を教えたりね。例えばあそこにロボットの像があるだろう？どこ？ない。ぜひ見に行ってみるといいよ。あのロボットは非常に興味深いんだ。伝統的な意味での彫像でもないし。伝説によると、ある賢いカモが、いやはや私とあまり違わないのだが、ロボットの友達と毎日この公園を訪れていた。とても忠実なロボット、素敵だ。当時ここは湖だった。巨大な水の塊で、2人が泳いだり水しぶきを上げたりはしゃいだり、そういうことのできる場所だった。でもロボットと水だからね。で、あの泡と火花、相性は最悪だ。錆びたパッチ、濡れたカイロ、爆発する膝。カモじゃなくロボットのだがね。ロボットの水遊びの日々は終わった。なんとも悲しいことだ。そこで彼はカモにプログラミングを変更するよう頼んだ。私に言わせればなかなかの偉業だ。私はコンピューターを理解することができなかった。カモは自分が泳いでいる間、ロボットが運動場で待っているようにプログラムするのを手伝った。明暗だ。それがとてもうまくいってね。しかし
ある晴れた日、おそらくちょうど今日と同じような日に、実を言うとカモは放射能に汚染された怪物に襲われたんだ。なんか大変なことになってるな。ゲックーさ、出たゲックー。通常ゲックーは我々の守り手なんだ。ほら、火を吹いたり、孤児を救ったり、チャリティーガーラを開いたり、暴走することを除けば本当にいいやつなんだ。暴走？そうだ、人はそれを小さな紙のドキュメンタリーに書き上げるんだ。とても面白いんだ、本当に。それって漫画のこと？そしてゲックーはカモを誘拐し、おっと、彼を星のポータルへと放り込んだ。ヒュークはその後彼の姿を見た者はいなかったもう何なん、何言ってんのかずっと分かんないよ。そして運動場にある私たちが銅像と勘違いしているものは、実は友達が泳ぎから戻ってくるのをじっと待っている忠実なロボットなのさ。え、ゲックーが子供たちを誘拐したって言ってるの？いや関係ないよ、ただの面白い話さ。これをうちの子たちに教えてやって、それから発表会でのネタ探しに、近所を探索するため別れ別れになったんだ。発表会楽しそう。ああそうだろ。とにかくみんな大興奮でバラバラの方向に散っていったんだ。しかし、ああここが問題なんだ。私は集合する時間や場所を決めなかったんだよ。そうなんだ。どうするのが最良かわからなくてね。私はあんまり実践的なカモではないんだ。でもお互いが見つからずに慌てふためくようなことはしたくなかった。ああなったら大変だから私はここに戻ってきたんだ。戻って待ってたんだ。ダメだったの？さっぱりだ。だが君は実践的な猫のように見える。とても賢そうだ。というわけで手伝ってくれないか？私はここで待つから。これもなかなか楽しいものでね。君には街中を探してほしいんだ。街全体？それってかなり広いよね。うん、それもそうだ。探す場所をもっと絞り込む必要があるはずだ。ユリーか。私たちは先週街の地図を作、あ、やった、地図。地図を作ったばかりなんだ。見事なものだ。街中の様々な魚のホットスポットをカタログ化するプロジェクトの一環さ。うちの子たちもお気に入りの場所にそれぞれ印をつけたんだ。地図が大好きでね、きっとその印の場所に行ったんだと思うんだ。ほら持って行ってくれ。私は方向感覚がひどいんだが、君ならすぐに追跡できるだろう。やったー、子ガモの地図。子ガモたちが作った地図だ。とっても上手。上十字キー、十字キーの上を押すと地図が表示されるよ。はい。魚の目印は無視してくれ。子猫くんにとってはつまらないものだろう。いや一番大事よ。もちろん君が魚類学者を目指しているのなら話は別だがね。子ガモを全員お父さんのところに連れて帰ってあげなきゃ。それぞれのお気に入りの場所は新しい地図に書いているよ。きたー、結構広いね。あ、これカモか。あ、魚もある。魚はでも全部で最初の1尾を入れて4尾か。これ何？あ、これ自分ちもしかして。ここはゴールか。うん、地図地図か。あ、まあ分かるっちゃ分かるか。これあの庭でしょ。あ、ていうかこれ以上上にカーソルが進まないわ。でこのちょっと工事現場で、ここは駐車場だ。あの鳥いっぱい捕まえたとこ。はあ、で標識とかも一応あるんだな。 OK、 ありがとう。でも助かるわ。どうだった？まだ見つけてないよ。でも頑張るから。ありがとう。それからあれだ、地図を見るのを忘れずにね。大丈夫よ。あれうん、一旦すごい見てくるじゃんこっちを。ちっちゃな神社。まあ入れるよな。どんぶらこ。あと3つあんの。
3つあんだ。どっかで見たなこれ。うわ思い出せん。どっかで見たわあのアヒルちゃん。さてね、ポータルがちゃんと動くようになったよ。今度はちゃんと出口もついてるし、ずいぶん簡単だったな。もっと早く終わるはずだったけど、ちょっとした時空の問題が発生してね。でも心配しないで、ちょっとした多元宇宙の対局ではそれは全く取るに足らないものだったからね。ただあのちっぽけな水道管の爆発が別の宇宙の未来からこの宇宙の最近の過去に落ちてきただけのことさ。なるほど、それだけのことだね。ちょっと待って、この水はそういうことなの？二次時空を使用すべきだったのに線形時空を使用してたのは笑っちゃうでしょ。試してみたい？被験じゃなくて友達が必要なんだよね。被験者ってなんか不安になるんだけど、だから友達って言い換えたじゃない。でもまだ危なそう。あ、でもリスクとは単なる悲観主義者が興奮を表現する方法なんだよ。とにかくこれがうまくいけば街中を素早く移動できるようになるの。やってみる。まだ嫌だとは言わないで聞いてちょうだい。ちょうだい。でもいいよって言ったよ。まずはね、なんて言った？いいよって言ったの。本当に？興味津々だよ。やった、ワクワクするわ。絶対後悔させないからね。また羽が必要なの？今回はいらないよ。最初の旅はすごく短かったから全部は使わなかったの。あともあと1枚残ってるのよ。入って。よし、今回は大丈夫。だいたい、どっか行った。大丈夫？これどこで、どこでんの？あ、ワンコあれワンコ